アジサイは花びらのように見える小さな萼が集まって大きな花に見える不思議な花。それはまるで町のようだと誰かが言った。アジサイは土によって色を変えていく不思議な花。それはまるで人のようだと誰かが言った。これは再開発に揺れるとある町の商店街に起こった小さな小さな物語。女の人来ませんでしたか？いいえ。来たでしょ？いいえ。シンデレラ探してるとか？え？それ。ありがとうございました。何なのあの男。ストーカー？ええ、まあ警察に行った方がよくないですか？訳あり？なんかヤバそう。殺虫水って感じ。コーヒーでも飲んでいく？え？コーヒーを飲むと元気になれますよ。さっさ。何しろあのシーボルトさんが薬として日本に広めた飲み物ですからね。紅茶にする？あの、雇ってもらえませんか？え？でも二人とも雇ってあげれば。無理よ、二人は。お願いします、働かせてください。お願いします、行くところないんです。私、こう見えてお料理得意なんで何でも作ります。私、料理はダメですけど掃除は得意なんで。時給安くしてもらっても構いません。残業とかいくらでもやります。体力は自信あるんで絶対に休んだりしません。足には自信あります。高校時代陸上の選手でしたから。それ何の役に立つの？食い逃げのお客とか追いかけます。逃げないから。でも人には魔が差すってこともないから。ヒロ君、辞める予定ない？え？そうだよ。僕？時給350円くらいなら二人とも雇えるんだけど。350円？いやいや、おかしいでしょ。バイトの時給1000円って書いてんだから半分ずつなら500円でしょ。交通費とか賄いとか考えたら350円が限界なのよ。総選挙しましょう。総選挙？私とこの人とどっちを雇うのかお客様に投票していただく。ごめん、俺は解放。同じく。俺も。俺はあなたに。他の方は不参加ですか？決まりましたね。ごめんなさいね、悪く思わないでね。わかりました、失礼します。あの、ちょっとママ、なんか靴ないですか？ごめんなさい、うち靴は置いてないのよ、カフェだから。あの、よかったら。
臭そう。手を開いたら手をつなごう。